はい、アフタートークです。最下年表クイズ、19年間振り返りましたね。最下のことはみんな詳しくなりましたよ。今度逆に最下じゃなくてさ、僕らの年表クイズをさ、やりたいよね。ちょっとやってみる、軽く、全部1年1年振り返るのはしんどいけども、ざっくりと0歳、10歳、20歳くらいに振り返ろうか。誰行きます?じゃあ、まあ、僕から行ってね、はい、0歳で、大きめで生まれました。10歳が小学4年とかかな、そうですね、4、5年、はい、野球を始めました、4、5年で、なるほど、そうそう、で20歳で、大学に全く行かずにお笑いをしに東京に出てきました。で30歳が、なんかやってました。30歳はあれか、子供が、あ、生まれたのもっと前か、30忘れた、30の時ぐらいが一番、東京に住んでて、で青森でばっかり仕事してて、バイトする時間もなくて、一番こう金がない時期、給料もそんなに多いわけでもない、家で寝られないという、ホテルでばっかり寝てたから、たまに家帰って寝るとちょっと緊張するっていう、逆にそういう状況だったな。吉崎さんの私0歳ちょっと確かに大きめで生まれて、幼少期は本当に口きかない子で引っ込み思案だったです、で10歳陸上部で、あの肉離れを起こしました。肉離れしてんの、肉離れしました。肉離れ軍団だね。肉離れ軍団です。一回肉離れました。僕も30歳から肉離れしてるから肉離れ仲間。もう僕はないです。じゃあダメですね。肉離れとけよ。なんで肉離れなんだ。そんなこと。離れとけ。離れとけってねえから。それで吉野さん。はい、で、まあ13歳で中学校入ってバレー部に入って、まあ高校までピーって行って、で18歳で大学に入学してピーってなって、今29歳大人になりました。これちゃんと打ち合わせしなきゃダメだよ。クイズ出すんじゃなかったね。アドリブでやることじゃない。ピーチューブ。小野さんじゃクイズ出して、そんな小野さんからのクイズ。じゃあ、まあ、僕も実は大きめで生まれて、で、あの、まあ、1歳、2歳は記憶がないので、でもね、どうやらね、1歳ぐらいまでは記憶がないんだけど、写真で見ると、東京に住んでたみたいなの。で、お風呂が僕が入らないで水道のところにお湯をためて水道で俺洗われてたっていう写真とかはあって、じゃあ結構苦労されてたんだ。水道の水道で洗われてて、で多分2歳ぐらいで青森の端の辺に来てみたいな感じで、東京で水道で体洗われて、お父さんお前のことスイカって思ってるんだ。スイカ癒してあるよ。小学校4年の時に卓球部に入り、小学校5年でバスケ部に入り、そこから中高とバスケ部をやって、高校3年生で重量挙げ部に入り、むずいな、俺のクイズをさ、だって大体答え知ってるなと思って。そんなことない、俺らが知らないようなエピソードいっぱいあるでしょ。クイズ出すよ。で、なんか東京に行ってで、お笑いをやり始めてクイズ出して、で、クイズ、荻窪に住んで、で、バイク乗って30歳になり、ここでクイズです。たくさんのアルバイトをしました。たくさんのアルバイトをした中、私のしたアルバイトの中で一番お金が良くて、一番楽だったバイト、それは何でしょうか。お金が良くて、こんないいバイトないよって思ったバイトがあります。それはどんなバイトでしょう。わかんないよね。時給なんですかそれは。それはね、日給計算になるのかな。じゃあコンビニバイトとかじゃないね。時給バイトじゃなくて日給だから、一日いくらってやつが。どんどん言っていきますか。じゃあ一人一等ずつ。はい。ちょっと考えてもしょうがないから当てずっぽでいきます。まず私新山、墓石壊し。
バイトでねえだろ、そんな必要じゃなくなった、もう用済みになった墓石を壊すというバイトがもしあるのならば、ハンマーでゴチンってやるだけで肉球ドーンってもらえる。楽ではないな。違うかな。違います、ね、違う、はい、うん、じゃあ吉崎、はい、通行人を数えるバイト。あー、カチ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 、ミーティング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 、正解は、うん、まだ販売されていないお薬を、うん、飲んだり背中に塗ったりする、いわゆる治験というアルバイトです。それか、怖いですね。でもちょっと、うん、日給いくらくらいなんですか。これがね、うん、日給で計算するとだいたい2万。めっちゃいいじゃん。で、うん、何するかというと、うん、あの、あた病院でも入院施設と同じご飯が出てきて、うん、でそれ以外のものは食べないで、うん、で休んでる時間は漫画本とか DVD を見たりして。2万はすごいね。最高じゃん。それいいよ。3日間行くと、うん、もう6万。すごい、ね、もっとだな、3万近い。うわ、それ墓石壊しよりも高いし。墓石壊しあんの知らないけど。みたいなね、治験というやつが。3ヶ月に1回とかやっぱ開けないといけないし、で坊さんもあるんだけど、もっとリスク高いやつもあるなって。飲み薬とかそういうこうものになってくると、もう一応動物の実験は終わってるやつだから、ね、何人か選ばれるんだけどさ、その人間でも大丈夫かなっていうのは一応リスクが低いようにしてるんだけど。なるほどね。あ、勉強になりました。ということで治験あかんということで、はい。薬みたいに言ってねえよ。痴漢あかんで言ってます。痴漢あかん。人間やめますかの方になんでかするんですか。はい、おしまい。土曜はどん毎週土曜夜7時30分からお送りしてます。